いい年して、まあ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 って気持ち悪いのよ、このマザコン。毎週土曜日、必ず母と出かける俺。だからデートはできないと、恋人の誘いを断った結果がこれだ。いつものように出かけた先で、偶然にも恋人と遭遇。そして、母もいる前で、俺はマザコンだと激しくなじられて、もう無理。あんたとは別れる。そんな言葉で一方的に別れを告げられたのだったが、ごめんね、私のせいで。何より悲しかったのは、大切な母の申し訳なさそうな顔。俺には恋人よりも母を優先する理由があった。それは母に対する恩返しでもあり、俺の過去に関わる罪滅ぼしでもあるのだった。おい、森山、これから飲みに行くけど、お前もどうだ？同僚の誘いに、俺はキーボードを打つ手を止めて振り向いた。ごめん、明日のプレゼン資料で気になるところがあるから、今日はパスで。また残業かよ、森山くんは。さすが、うちの出世頭は違うな。どんだけ出世する気だよ。口々にいじってくる同僚たち。俺は苦笑いをしながら、みんなで楽しんできてと、彼らを見送った。そして、すぐさま再び手を動かし始める。そうだよ。まだまだ。こんなものじゃない。もっともっと出世してやる。そして、いつか本社に。俺の名前は、森山よしき、28歳。最近俺はかなり順調だ。とある会社の営業部で働いているのだが、今年に入って大きな契約を次々に獲得。それが上層部にも認められ、主任に昇進することができた。20代で役職に就くのは、この会社では異例の大抜擢。現在、俺は社内でちょっとした有名人だったりする。森山はラッキーだよなと、同僚たちは口々に言うが、俺自身に言わせれば、これはすべて努力の結果だ。ずっと誰よりも仕事を頑張ってきた日々が、ようやく報われ始めただけ。だから、少しくらい浮かれたって、罰は当たらないと思うんだ。あ、いた、よしきくん。ヒールの音をカツカツ響かせて、女性がオフィスに入ってくる。そして、背後から俺の首元に抱きついてきた。ねえ、まだ終わらないの？ちょっと待って、もう少しだから、ほのか。ふわっと甘い香水の匂いが漂って、勝手に頬が緩む。作業を一段落させて振り向けば、そこには長い髪をきれいにカールさせた。大きなキラキラした瞳が印象的な美女。俺の恋人、関谷ほのかが、口を尖らせながら立っていた。早くご飯行こうよ。ほのか、すっごくお腹ペコペコなんだから。ごめんごめん。今日は何が食べたい？ね、イタリアンもいいんだけど、たまには中華とか。ああ、でも、こんな時間だとカロリーがな。表情をくるくる変えながら、あれこれ悩む姿も可愛い。ほのかは、男性社員の誰もが憧れる、会社一の美人受付嬢。そんな彼女に、まさか入社以来ずっと仕事一筋で、目立つ存在でもなかった、俺が選ばれるなんて。お仕事頑張ってる男性がタイプなんです。ほのかと付き合ってください。そう上目遣いで告白された時は、あまりの驚きに心臓が飛び出るかと思った。やっぱりお寿司がいい。ほのか、お寿司が食べたいな。わかったよ。ちょうど終わったところだし、行こうか。わーい。無邪気にはしゃいで、俺の腕にぎゅっと抱きつくほのか。25歳という年にしては、少し子供っぽいところもあるけど、そんなところも、やっぱり可愛い。だらしなく鼻の下を伸ばす俺は、すっかりほのかにぞっこんなのだった。森山、ほのかちゃんと付き合ってるって本当か？俺たちの交際は、間もなく社内で話題になった。特に、ほのかを狙っていた同僚たちなどは、俺を質問攻めにして、悔しがるやら、羨ましがるやらで大騒ぎだった。いいよなぁ。森山、あのほのかちゃんだろ？
めちゃくちゃ可愛いのはもちろんだけど、性格もいい子だって有名だよな。異例の昇進も、ほのかちゃんが支えてくれたおかげか、この幸せ者。はは、それに対する俺は、ただ苦笑いする以外リアクションできなかった。彼らも、ほのかと付き合う前の俺も、知らないとは恐ろしいものだ。彼女が隠していた本性を。やっぱり、お寿司じゃなくて、イタリアンがいいな。え、もう、店の前なんだけど。イタリアンの気分になったの。美味しいパスタが食べたいの。あ、わかったよ。あ、待って。フレンチもありかも。気分をコロコロ変えて、俺を振り回すのは序の口。なんでメッセージ返してくれないの？無視するなんて最低。商談中だったんだよ。夜中や仕事中でもお構いなしに連絡してきて、少しでも反応が遅れようものなら、ものすごい剣幕でなじってくる。とにかく、どんな時でも自分が最優先という、ものすごくわがままな女性。それが、ほのかだったのだ。そんな彼女が一番不満なのは、毎週土曜日にデートができないことだった。今週こそ土曜日ね。ほのか、日曜は予定があるから。ごめん、今週も無理なんだ。というかずっと。何それ、毎週毎週。一体土曜に何してるの？まさか、他の女とデートしてるとか。違うよ、実は。ここでほのかに打ち明けたのは、自分が母子家庭育ちだということ。子供の頃に父を亡くして以来、ずっと母の森山翔子と二人で暮らしている。病気がちな体で無理をしながら、一人で俺を育ててくれた母。そんな日々がたたって、今はすっかり体が弱ってしまった。毎週土曜日は、隣町の大学病院へ通院する母に付き添っている。だから、どうしてもほのかとデートができないのだった。ふーん、そうだったんだ。わかってくれた？でも、それって、よしきくんが付き添う必要ある？え？お母さん一人で行かせたらいいじゃん。唖然とする俺に、ほのかはそう言い放った。そして、土曜は、ほのかよりお母さんを優先するんだ。だったら他の日は、ほのかを最優先に考えてよね。まるで、こちらの弱みを握ったかのように、ますますわがままぶりを発揮して、俺を疲労困憊させるのだった。そしてある日、とうとう決定的な出来事が、俺とほのかの間に起こった。ねえ、よしきくん、明日デートしよう。明日って。23時を回った頃、電話で突然言われたのもそうだったが、何より俺を唖然とさせたのは、それが金曜の夜だったことだ。前にも言ったよね。土曜日は無理だって。それって、よしきくんの都合でしょ？ほのかは、明日、デートしたいの。ああ、他の曜日だったら、用事をドタキャンしてでも、ほのかを優先していた。けれど、母の通院に付き添うことは、土曜の俺にとって何より優先する用事だ。それをしぶしぶとはいえ、ほのかも理解してくれたと思ったのに。本当に、明日は無理だから、それじゃ。あ、ちょっと。しばらくほのかの声は聞きたくない。もし月曜に怒っていたら、その時に謝ればいいと。俺は電話を切って、その後の着信やメッセージも無視した。ところが、その翌日だった。何やってるの？こんなところで。ほのかを無視しておきながら。目をつり上げ、ほのかがずんずんと向こうから近づいてくる。母の治療が終わり、バスの時間まで昼食を食べようと、隣町の繁華街を歩いていた時だった。なぜか、目の前に彼女が現れたのだ。ほのか、どうしてここに？よしきくんが悪いんでしょ？デートを断ったりするから、超イライラしちゃって。デザートビュッフェでやけ食いしに来たの。よしき、こちらの方は、おずおずと訪ねてくる母を、ほのかは一別もしなかった。それどころか、母の前で俺をなじるのだった。恋人より母親を優先するなんて、マザコンだ。と。マザコン？そう。いい歳してママママって、
あんたみたいな母親離れできない男のことよ。気持ち悪い。なんだと？カチンと来た俺も我慢できずに言い返す。親のサポートをしたいと思うのは男女関係なく子供として当たり前のこと。特に我が家は母子家庭で、母には随分苦労をかけてきた。通院に付き添うのは、そんな母に対するせめてもの恩返しだ。マザコン呼ばわりされるなんて、さすがに心外だ、と。それに、土曜日以外はずっとほのかを優先してきたじゃないか。週一日くらい我慢してくれても。昨日は金曜なのに無視したじゃない。嘘つき。マザコンの上に嘘つきなんて、あんたなんか仕事がちょっとできるだけで、人間として最低。もうやだ、無理。あんたとは別れる。え？ポカンとする俺に、くるりと背を向けて、ほのかはヒールの音を立てながら、あっという間に去っていってしまった。よしき。ずっと横でおろおろしていた母が、そっと俺の上着の袖を引っ張る。困惑しているような、それでいて申し訳なさそうな表情を浮かべながら、今の方は、もしかしてお付き合いしていたの？そうだったんだけど、ごめんなさいね。病気で小さくなった体を、母はさらに縮こまらせた。俺がマザコン呼ばわりされたのは、そして俺たちが破局したのは、自分が通院に付き添わせていたせいだと。ほのかの言葉から察して落ち込んでしまったんだろう。俺は元気づけるようにわざと笑顔を作った。違うよ。もともと別れようと思ってたんだ。母さんのせいじゃない。でも、それよりお腹が空かない？パーッと美味しいものを食べて帰ろうよ。しょんぼりする母の背中を押して、せっかくなので、有名ホテルのレストランを目指して歩き始める。けれど、その日は何を食べてもほとんど味がしなかった。もうほのかに愛想は尽きかけていたはずなのに、楽しかった記憶が蘇ってきては、破局がショックな自分を痛感するのだった。ねえ見て、マザコン男が来たわよ。月曜日、エントランスのカウンターで、ほのかが隣の受付嬢に向かってささやく。まあまあ大きな声で、ニヤニヤと意地悪い笑みを浮かべながら、おはようございます。その前を、俺は小さく会釈しながら通り過ぎた。ほのかのせいで、他の社員たちから視線を浴びながら、仕事をする最中も、どうも周りから注目されているような気がしてならなかった。ほのかのことだ。腹いせにあることないこと言いふらしているに違いない。明日にはもう、会社中に噂が広まっているだろう。そんなことを考えていると、この日は全く仕事に集中できなかった。森山くん、S 社さんの見積書、ここの数字が変じゃない？ようやく一日が終わるという頃、女性社員が声をかけてきた。彼女は西根愛。一緒に大口取引先を担当している同僚だ。うわ、ほんとだ。なんでこんな数に。慌ててパソコンに向かい、修正作業に入る。そんな俺の顔を、なぜか西根はじっと覗き込んでくる。どうかした？森山くんがミスするなんて、何かあったの？ああ、図星だった。けれど、事情を話すには、自分が恋人にマザコン呼ばわりされた挙句、振られた事実を暴露しなければいけない。まだ心の整理もついていないのに、それはちょっと。戸惑う俺の肩を、西根がポンと軽く叩いた。チームでしょ、私たち。森山くんの調子が悪いと、こっちにも影響があるの。ごめん。謝ってほしいんじゃなくて、私にできることがあったら協力させて。西根、どちらかというと、彼女は口数が少なくて、あまり表情も変わらず、不愛想だと思われやすいタイプだ。けれど、一緒に仕事をしているからこそ、その内面にある優しさを知っている。それが、弱っていた心には深く染みるのだった。俺って、マザコンなのかな？え？その日の仕事終わり、西根が行きつけだという喫茶店で、彼女の言葉と優しさに甘えて、俺はすべてを打ち明けた。
ほのかに振り回されていた日々に始まって、マザコン呼ばわりされて振られた結末まで。なるほど。だから森山くん、最近は様子が変だったのね。え、そんなに見ていてわかるくらい？ええ、わかる人はわかっていたと思うわ。少し、いやかなりショックだった。自分は仕事とプライベートを分けられる人間だと思っていたから。散々出世頭だ、将来有望だと持ち上げられて、調子に乗っていた自分が恥ずかしい。ありがとう。おかげで振られたショックの方は忘れられそうだよ。違うわ。え？コーヒーカップを静かに置きながら、西根は違うと思うと繰り返した。私は森山くんがマザコンなんかじゃないと思うの。母の通院に付き添うことは、子供として何もおかしいことじゃない。それは、マザコンでも、母親離れできないのでもなくて、母親思いでいいんじゃないかと、何度も言葉を詰まらせながら、西根は俺に伝えてくれた。もしかして、それ、会社を出る前からずっと考えてた？自分が、マザコンかもって、森山くんがいた時から、薄く頬を染めて、西根がそっぽを向く。ここに来る間、ずっと一人でブツブツとつぶやいていると思ったら、俺の相談に対する答えを、彼女はずっと考えてくれていたのだった。ごめんなさい。うまく言えなくて。そんな、無口で不器用だけど、誰よりも他人を気遣う心を持っている。それが、一緒に仕事をする仲間として、彼女を信頼する理由だった。仕事ぶりも非常に優秀だし、まさにクールビューティーと、密かに男女問わず人気があるのも知っている。だから、もう少し堂々としてもいいと思うけど、おかげで気持ちが晴れたよ。ありがとう、西根。俺が感謝の気持ちを伝えると、西根はかすかに笑顔を浮かべた。森山くんは、お母さんをすごく大切にしているのね。うん。ただ、自分を産んだ母親で、一人で俺を育ててくれた相手というだけではなくて、俺には他にも母を気遣う理由があった。それは、昔散々迷惑をかけたから。え？実は中学から高校にかけて、俺は不良グループの一員だった。警察に補導されたことも数えきれないし、生活費を盗んで遊びに使ったこともある。その度母は、警察まで頭を下げに来て、ただでさえ少ない自分の食事や洋服代を削って、母の体を弱らせた張本人は、きっと大馬鹿者だった俺だ。だから毎週の通院に付き添うのも、誰よりも働いて出世を目指すのも、母に対する恩返しでもあって、同時に、せめてもの罪滅ぼしでもあるのだった。できる限りのことをしてあげたい。これからも通院には毎週付き添うよ。マザコンと呼ばれようと。西根。俺の呼びかけに、うつむいていた西根がビクッと肩を震わせる。そして、ゆっくり顔を上げると、その顔は、なぜか妙に青白かった。どうした？大丈夫か？具合でも悪いんじゃ。違うの。森山くんの言う通り、だと思う。そうよね。私も恩返しをしなきゃ。ぼそぼそと小さな声でつぶやく中、その一言だけがはっきりと聞こえた。私は森山くんの味方だから、お母さんを大切にしたい気持ち、応援するわ。そう言うと、彼女は珍しくにっこりと笑った。そして、その言葉通り、俺には心強い味方ができたのだった。聞きましたよ、森山主任。マザコンなんですって。土曜はお母さんと買い物の日だとか。今週も行くんですよね、もちろん。いくら出世しようと、マザコンは持てないぞ。きっとほのかが、噂を流したせいだろう。週が明けると、同僚たちの一部は、俺をマザコンだといじってきた。他の同僚たちは見て見ぬふり。そんな中で、何がおかしいの？は？お母さんを大切にして、それの何がおかしいの？西根だけは、俺をいじる同僚たちに抗議してくれた。初めて聞く彼女の大声に、オフィス中がシーンと静まり返る。なんだよ。
なんで西根が怒るんだよ。わけわかんねえ。同僚たちは気まずそうに、そそくさと退散していった。その後も何人か、同じネタでいじってくる同僚がいたものの、その度西根が、俺よりも先に抗議してくれた。おかげで噂はすぐに沈静化。俺は仕事に集中することができたのだが、西根、本当に助かったよ。ありがとう。森山くん、まだ余計なことを言う人がいるの？だったら私に教えて。あなたは何も悪いことをしていないもの。みんな、あなたに嫉妬しているのよ。いや、もう大丈夫だから。だったら、どうして辛そうな顔をしているの？え？ある日、取引先から戻る帰りだった。隣を歩きながら、西根が心配そうに顔を覗き込んでくる。そこで初めて、また自分が落ち込んでいることに気づいた。実は、母さんが、この間から入院していて。え？命に別状はなく、担当の医師も心配はいらないと言ってくれた。けれど、もし病気が急に悪化したら、このまま、ろくに恩返しも罪滅ぼしもできないまま、母と別れることになるんじゃないか。そんな最悪の想像ばかり浮かんできて、入院して以来、ほとんど見舞いにも行けていないのだった。今日は直帰していいそうだから、勇気を出して、いい加減顔を見に行ってくるよ。病院はこっちだから。それじゃあと、西根に別れを告げて歩き出す。その時だった。不意に、スーツの袖がぐいっと引っ張られた。西根？私も、一緒に行ってもいい？え？母さん、久しぶり。今、大丈夫？何度も戸惑いながら、ようやく病室のカーテンを開ける。よしき。母は思ったよりも元気そうな顔色で、ベッドの上で体を起こしていて、ほっと一安心した。その直後だった。あらやだ。この子ったら、お客さんを連れてくるなら言いなさいよ。しかもこんなに綺麗な女の子。こっちにも準備ってものがあるでしょうが。いきなり早口で俺を叱りつける母。さっさと椅子を出してと指示を飛ばしてくる様も、とても病人とは思えないパワフルさだ。母さん、元気なの？元気よ。なーに？その顔は、ベッドに寝たきりだとでも思った？うん。唖然とする俺を、バカねと笑い飛ばして、入院前と別人のように元気な母は、俺の背後にいた西根に微笑みかけた。はじめまして。息子がいつもお世話になっております。はい。こちらこそ、はじめまして。緊張した様子で、西根が自分の名前と、俺の同僚であることを母に告げる。そんな彼女を椅子に座らせると、母は備え付けの棚から財布を出して、俺に手渡してきた。はい、よしき。あんたはお茶でも買ってきて。一階に自販機があるから。お構いなく、いいからいいから。ほら早く。これも親孝行だと思って。わかったよ。しぶしぶ、俺は西根に母を任せて病室を後にした。だから、二人がどんな会話をしたのか、この時の俺は知らなかったのだが、後になって聞いた会話の内容はこうだった。愛さん、あの子、会社で何か言われたりしてない？え？母親の勘ってやつね。そんな気がして。まあ昔から気持ちが顔に出やすくて分かりやすい子だったけど。西根は母に会社での出来事を打ち明けた。恋人と破局したのをきっかけに俺を貶める噂が流れ始めたこと。その出所は元恋人の女性だという噂もあって、特にその女性に思いを寄せている男性社員たちが面白がって噂を広めているのだと。嫉妬のせいです。昇進が決まって、恋人もできて、最近は順調そのものだったので。ヨシキさんは何も悪くないんです。あなたが味方をしてくれているのね。ありがとう、愛さん。頑張っているだけなんです、ヨシキさんは。知ってるわ。昔から頑張り屋だったもの。私、彼を立派だと思います。お母様を大切にしているところも。それに比べて私は。え？
私、母と10年近く会っていないんです。原因は、高校時代に進路をめぐって衝突したこと、反対を押し切って大学に進学して以来、西根は彼女の母と全く連絡を取らず、実家にも帰っていなかった。時々父を介して、お互いが元気に暮らしていることを確認するだけ。だから、少しも親孝行ができていないのだと、西根は泣きそうな顔でうつむいたそうだ。仲直りしたい。あの時はごめんねって、お母さんに伝えたい。今までの分もたくさん育ててくれた恩返しをしたい。だけど、だったら、ちゃんと伝えなさい。え？怖いんでしょ？もしお母さんに会って、まだ怒っていたらって。でもね、このままじゃ絶対に後悔するわよ。後悔ですか？母は西根に語った。自分も昔は、今はもう亡き母、俺の祖母と仲が良くなかったこと。それこそ、亡くなる直前まで、ほとんど絶縁状態だったと。しかし、入院している病院から、危篤ですって電話があってね。もう20年近くぶりに母と会ったの。その時母が私に言ったのよ。夫、ヨシキの父親を急に亡くした時、悲しむ私に何も言ってあげられなかったって。だからごめんねって。あの時会いに行かなかったら、私は今でも母にわだかまりを抱いたままだったわ。亡くなった今ではもう、責めることも怒ることもできないのに。怒っていたって別にいいじゃない、愛さん。お互い生きてさえいれば、仲直りする機会はいくらでもあるんだから。それより、最後まで会わずにいた方が、ずっと後悔すると思わない？最後、でも母は、まだまだ元気で。言ったでしょう。私は、夫を急に亡くしたって。あ、人生はいつ何が起きるかわからない。父を亡くした時、母はそれを痛感した。だから、いつ何が起きても、決して後悔しない道を選んで生きようと決めた。だからこそ、もう二度と会わないと決めた祖母にも会いに行ったのだった。ヨシキと元気に暮らせることも、決して当たり前なんかじゃないって気づいた。いいえ、夫が教えてくれたの。だから、後悔しないように、何気ない日々にも感謝していきなきゃって。あの子が荒れていた時期を乗り越えられたのも、そのおかげかもしれないわね。愛さん、今当たり前に思うことは、決して当たり前なんかじゃないのよ。だから、いつかじゃなくて、今、お母さんに会いに行きなさい。お母さんも、きっとあなたに会いたがっているはずだから。はい。この直後、俺は病室に戻ってきた。そして、カーテンを開けるなり、思わず、ぎょっとしたのだった。母に手を握られて、ポロポロと涙を流す西根を目撃したせいで。大丈夫か？おい、母さん、彼女に何を言ったんだよ。違うの。私、失礼します。え、ちょっと待った。涙を拭いながら、病室を飛び出す西根を、俺も慌てて追いかける。母だけが能天気に、また来てねと笑顔で手を振ってくるのだった。ありがとう。病院からの帰り道、まだ真っ赤な目をしながら、西根はぽつりとつぶやいた。お母様に会わせてくれて、もし会えなかったら、後悔していたかもしれないわ。後悔？会話の内容を知らない俺は、何のことだかわからない。母と何を話したのか尋ねると、彼女は俺の方を振り向いてにっこり笑った。内緒。その顔は、つきものが落ちたように晴れやかで、初めて見る屈託ない笑顔で、俺は不意に、心臓がドキッと大きく跳ねた。森山くん？ありがとう、俺の方こそ。西根が来てくれたおかげで、母さんに会えたよ。ほんと、元気でよかったな。おかげで俺もほら、こんなに元気だし。あははとごまかす俺を見て、西根もそうねとクスクス笑う。その時間が、なんだか妙に心地よくて。やっぱり今日、勇気を出してよかったと思うのだった。
その後も、西根はたびたび母の見舞いに来てくれた。彼女に会った後の母は、それはもう上機嫌で、顔を見に行っても、息子そっちのけで、愛さんが愛さんがね、ばかりなのだった。まったく、どれだけ仲良くなったんだよ。西根も母さんの話ばっかりだし、まるで二人の方が親子みたいじゃないか。本当に、ねえ。え？なんでもないわ、内緒の話。なんだよ、母さんまで。俺は仲間外れにされているようで少し複雑だったのだが、母の体調は日に日に良くなり、担当医も驚くほどのスピードで回復していった。最大の不安がなくなった俺は、ようやく仕事に集中できるようになって、ある時、会社が始まって以来の大口契約を獲得。そして、改めて、栄転おめでとう、森山くん。横で微笑む西根と、お互いのジョッキをカチンと合わせる。ありがとう。まだ実感は湧かないけど。お母様もすごく喜んでらしたわ。自慢の息子さんですねって言ったら。本当、二人は仲いいよな。呆れながらビールを煽ると、あちこちからおめでとうの声がかかる。俺は大口契約を獲得した功績で、A 店。つまり、本社で働けることが決まった。それを祝って、今日は同僚たちが飲み会を開いてくれているのだった。森山くん、みんな今日はあなたに言いたいことがあるそうよ。え？西根の言葉に俺は首をかしげる。おめでとうの言葉なら、さっき散々もらったが。すると同僚たちはいきなり大騒ぎをピタリとやめて、一斉にこちらを向いた。森山、あの時は悪かった。え？一人の同僚を皮切りに、それぞれが、ごめん、悪かったと謝罪しながら、次々と俺に頭を下げてくる。俺をマザコン呼ばわりして、いじってきた同僚たちも、それを見て見ぬふりしていた同僚たちも、全員が。嫉妬していたんだ。仕事が順調で、おまけにほのかちゃんまでゲットしたお前に。だから、マザコンの噂が広まって、少しは株が下がればいいと。本当に悪かった。西根が言ってくれたんだ。このまま森山を本社に行かせたらきっと後悔するって。謝るなら今日が最後のチャンスだって。え？思わず振り返ると、ほろ酔い加減の西根がニコニコと笑っていた。そして、俺に向かって大きくうなずく。許すも許さないも森山くんの自由よと。だから俺は、いいよ、もう許すよ。森山、ありがとう。同僚たちそれぞれと握手を交わして、俺は全員を許した。まあ許すも何も、そんな出来事はすっかり忘れていたわけだが。噂を流したほのかも、とっくに会社を辞めてるしな。ほのかちゃんか。まさかあんな子だったなんてな。すっかり騙されたよな。かつて、ほのかに思いを寄せていた同僚たちが、苦々しい顔を見合わせる。俺と別れた後のほのかは、将来有望な社員を見つけては、次々と本性を隠して迫ったらしい。ところが、そのあまりのわがままぶりから、誰とも長続きせず、やがて性格の悪さが会社中の噂になり、いつの間にかひっそりと退職していたのだった。まあ、もう二度と会うこともないだろうな。ところが、そう思ったのもつかの間、二次会の会場へ向かう途中、俺は思わぬ再会をすることになる。最後に見た姿とは、すっかり変わり果てた彼女と。よしきくん、本社に行くって本当？すごいじゃない。満面の笑みを浮かべて、いきなり話しかけてきた女性。それが誰なのか、しばらく俺はわからなかった。どちら様ですか？やだ、よしきくんたら。ほのかよ、ほのか。ほのか？だって、ツヤツヤだった自慢のロングヘアは、すっかり痛み切ってボサボサで。いつもメイクをバッチリ決めていた肌は、まるで何十歳も老けたようにボロボロで。ブランドの服が大好きで、いつも俺にねだっていたのに、今は何日も洗っていないような T シャツを着ていて、これがほのかだと。
信じろと言われる方が無理というものだ。久しぶりね。あれからマザコンは治ったの？ええ、その全く反省していない発言なんて気にする余裕もなかった。ほのかが距離を詰めてきた途端、彼女から耐え難い悪臭が漂ってきて、思わず顔をしかめる俺に、ほのかは気づく様子もなく、ベラベラと喋り始めた。ほんと、男ってみんな自分勝手。自分から告白してきておいて、すぐに別れたいとか。まあどうせ、自分がほのかに釣り合わないって気づいたんでしょうけど。おまけに変な噂まで流されて、会社を追い出されて、今は風呂なしボロアパート暮らしよ。信じられる？だろうなって気はしたよ。どうせ彼女のことだ。困ったら男性に頼ればいいと、ろくに再就職活動もしなかったんだろう。退職金を使い果たして、貢がれたブランド物を売り払って、とうとう気持ち悪いマザコンと馬鹿にした俺にすがるほど、落ちるところまで落ちてしまったのだ。ねえ、今はちょっとだけ身だしなみに気を使う余裕がないけど、ヨシキ君が支えてくれたら、すぐ元の可愛いほのかに戻れると思うの。支える？そしたら、今度はほのかがヨシキ君を支えてあげる。なんだったら、今日から一緒に暮らしてあげてもいいよ。一緒に？じりじりと近づいてくるほのかから、俺も距離をとって少しずつ後退する。このまま逃げるチャンスを伺おう。そう思っていた俺だったが、次にほのかが放った一言で、その考えは一瞬にして捨てることになった。そうそう。まだお母さんと暮らしてるの？だったら追い出してよね。愛の巣には邪魔だから。なんで？え？俺が動きを止めると、ほのかもその場に固まった。そんな彼女に、俺は真顔で疑問をぶつけた。どうして、自分がほのかと暮らさなきゃいけないんだと。だって、まだ好きでしょ？ほのかのこと。好きじゃないよ。どうして好きでもない女性と一緒に暮らさなきゃいけないんだ？それも、大好きなお母さんを追い出してまで。今、大好きって言った？お母さんを？ああ、言ったよ。俺は母さんが大好きだ。出た、マザコン。突然、腹を抱えて爆笑するほのか。笑いすぎて苦しそうに息をしながら、俺をマザコン男、やっぱり気持ち悪いとなじりまくる。けれど、俺は平然と彼女を見下ろすだけだった。なぜなら、お母さんが大好きで何が悪いの？え？いつの間にか、俺の背後には西根が立っていて、そのまた背後には、二次会の会場に向かったはずの同僚たちが勢揃いしていた。森山くんが、いつまでも来ないから、どこかで迷っているのかと思って、みんなで探していたの。それより、私は素敵だと思うわ。お母さんを大好きだって言える、森山くんのことが。それって、お母さんを大切にしているということでしょ？それにマザコンは、お母さんに依存しているという意味でしょ？彼は依存しているんじゃなくて、お母さんと支え合っているの。だから、あなたの言葉は見当違い。そうでしょ、森山くん。ああ、その通りだと、俺も西根を振り返ってうなずく。俺が言おうとしていたことすべてを、彼女がピタリと言い当ててくれた。俺は病気の母を支え、同時に母の存在にも支えられている。だから、マザコンと笑われる筋合いはないし、母が大好きだと、胸を張って言えるんだ。へりくつでしょ？そいつが気持ち悪いのは変わらないし。たじろぐほのかに、西根の背後から声が飛んできた。気持ち悪いのはどっちだよ。はあ？こんなところで会うなんて、待ち伏せしてたのか？森山のこと。ストーカーなの？そっちの方がよっぽど。俺も母さんは大好きだよ。あれって本当にほのかちゃん？なんかすごいな。マザコン呼ばわりしといて復縁？どういう思考回路よ。気持ち悪い。というか、気味が悪いわ。意味不明すぎて。ほのかにドン引きして、次々に非難の声を浴びせる同僚たち。その声に押されて、
ほのかはどんどん後ずさって、もういいわよ。とうとうその場からダッシュで逃げ出した。そして二度と、俺の前に姿を現すことはなかったのだった。やがて二次会も終わり。同僚たちもそれぞれ帰って行った後、俺は帰り道が同じ西根と二人になった。西根、さっきはありがとう。俺に謝るよう、みんなを説得してくれたこと。俺の気持ちを代弁して、ほのかにぶつけてくれたことも。そんな感謝の気持ちを伝えると、西根は首を横に振った。お礼を言うのは、私の方だから。え？ありがとう、森山くん。それから、お母様にも、二人のおかげで後悔せずに済んだの。ここでようやく、俺は彼女と母が病室で話した内容を知った。母親との関係で悩んでいた彼女は、母の話に背中を押されたことで、母親と会う決意をした。そして先日、とうとう独立して以来初めて実家に帰り、10年ぶりに母親と言葉を交わし、和解することができたそうだ。お母さん、怒ってなんかなかった。むしろ、私を心配してくれていて、すっごく泣かせちゃったわ。こんな娘は、ものすごい親不孝者ね。その分、これから親孝行していけばいいよ。そうね。私もお母さんのことが大好きだから。きっと長年の間、母親との確執が重荷になっていたんだろう。そこから解放された彼女は、とても素直に感情を表現して、堂々と話すようになった。今では同僚たちとの関係も良好で、誰もが認める営業部のエースだ。西根がいれば、俺は安心して新しい職場に旅立てる。お母様にも、お礼を伝えておいてくれる？それと森山くん、改めて栄転おめでとう。本社でも頑張ってね。微笑みながら、西根が右手を差し出してくる。その表情が少し寂しげに見えたのは、きっと母に会えなくなると思って、それを寂しがっているんだろうと。俺は彼女と握手を交わしながら考えた。少し遠くなるけど、本社にも今の家から通うよ。え？引っ越さないよ、俺たちは。だから母さんが退院したら、西根さえ良ければ会いに来てやってほしいんだ。森山くんのお家、ううん、それよりお母様退院されるの？そうだ、言うのを忘れてた。母が退院する日が決まった。そう伝えると、西根の表情は夜道でもわかるほどに輝いた。本当に？そうなんだ。だから退院の日迎えに行くんだけど、よければ一緒にどうかな。母さんも会いたがってたし。喜んで。俺の手を握ったまま、西根は子供のように飛び上がって喜んだ。そんな姿を見て、俺の心臓もドキドキと跳ねるのだった。目の前にいる女性が、なんだか妙に可愛く見えるせいで。それから間もなく、無事に退院の日がやってきた。俺と一緒に来てくれた西根に、母は深々と頭を下げるのだった。お母様？ありがとう、愛さん。こうして退院できるのは、あなたのおかげでもあるわ。あなたとお話しするのが楽しくて、すごく元気をもらえたから。そんな、あなたと会えて、生きる楽しみが増えたの。まるで娘ができたみたいで。それは、私もです。まるでもう一人お母さんができたようで、すごく嬉しかったです。微笑み合いながら、二人がお互いの手をそっと握り合う。病室は暖かい空気に包まれ、俺も思わず目頭が熱くなった。ところが、そんな感動的な雰囲気を、母が一瞬で、がらりと変えるのだった。楽しみだわ。いつ孫が抱けるのかしら。それまでもっと元気にならないと。の。え？みるみるうちに、西根の顔が真っ赤に染まっていく。そして俺も、顔全体がいきなりカーッと熱くなった。多分俺たちは、全く同じ顔色をしているんだ。何を言い出すんだよ、母さん。だって、お互いのことが好きなら、そのうち結婚するんでしょ？孫が生まれる日も近いじゃない？お互いって、視線が勝手に動いて、
真っ赤な顔を隠すようにうつむく西根を捕らえる。さあ、帰りましょうか。三人で一緒に。母はニコニコと嬉しそうに笑いながら、元気に自分の荷物を持ち上げるのだった。後で聞いた話では、西根を初めて会った日に泣かせたのも、やっぱり母の言葉らしかった。俺が病室に戻ってくる直前、ヨシキのことが好きなのと母が尋ねたから、西根は顔を真っ赤にして、そしてあまりの恥ずかしさから、涙が出て止まらなくなってしまったとのことだった。それと、森山くんも好きだって、私のこと。え？なんと母は、俺のことまで、実は愛さんが好きと言っていたというのだ。自分の息子のことだから、聞かなくてもわかる。あなたのような人がお嫁に来てくれたらいいのに、とまで。母さんめ、余計なことを。余計なことなの？え？不安そうに眉を潜めて、西根が上目遣いに見つめてくる。だから俺は、はっきりとうなずいた。余計なことだよ。だって、俺から直接伝えたかったのに。え？本当は、これが母さんの気遣いだと知っている。自分のせいで、俺が破局したのだと。あれからずっと気にしていたから。その罪滅ぼしに、新しい恋を応援してくれたんだと。どうしてわかるのかといえば、それは息子だからだ。西根、愛さん、俺はあなたが好きです。あ、母さんと同じくらい、あなたを大切に思ってます。と言ったら、やっぱりマザコンみたいかな。俺の言葉に、彼女はゆっくりと首を振った。いいえ、私の母も言っていたから。結婚するなら自分と同じくらい、親を大切にする人を選びなさいって。そんなヨシキさんだから、私も好きになったんだと、優しく微笑んでくれた瞬間、俺の心は決まった。この人と一緒に人生を歩んでいきたいと。やがて職場は別々になったものの、俺たちは毎週土曜日、決まって待ち合わせをするようになった。母と三人、一緒に俺たちの家で食事をするために。だから今でも、土曜日は俺たちにとって大切な日だ。ねえねえ、どうしておばあちゃんは土曜日にご馳走を作るの？今年で5歳になった息子が、母を見上げながら尋ねる。孫を膝に乗せた母は、ニコニコと笑いながら答える。それはね。その様子を見ながら、俺と愛も笑い合った。これから土曜日は、四人にとって大切な日になる。それが嬉しくて仕方がなかったから。人にはそれぞれ大切にしているものがある。それを笑うことは、その人自身を笑うのと一緒だ。俺は、それが許せなかった。母を大切に思う気持ちをマザコンだと笑われたことが、そんな経験をしたからこそ一緒にいるべき人に気づいた。それはもちろん自分の大切なものを笑わない人、そして自分と同じくらい自分の大切なものを慈しんでくれる人だ。そんな人と出会うのは決して簡単なことじゃない。だからこそ出会えた時の幸せは計り知れないんだと。自分たちの姿を通して、俺は息子に伝えていきたい。そして息子も、そんな人と出会えますようにと、今は、心から祈る毎日だ。